タインホア FC は2009年に設立されたベトナムのタインホア賞タインウンホアをホームタウンとするサッカークラブ。タインホア FC の名前はもともと1962年設立のクラブで使用されていた。このクラブは2009年の V リーグで再開となって二部降格が決定してしまう。同年、ベトナム人民軍は所有していた低コイン FC の解散を決め、 テイコンのトップチームは買収されて、ラムソン・タイン・ホア・ FC が設立された。ラムソン・タイン・ホアが引き続き一部でプレーするのに対して、二部に降格した元のタイン・ウン・ホアは2010年1月に解散してしまう。2010年1月23日、ラムソン・タイン・ホア・ FC は、ベトナム・スーパーカップ2009で SHB ダナン、FC と対戦し、1から1で勝利した。 2011年、ラムソン・タイン・ホア・ FC は、タイン・ホア・ FC に解消した。2015年、ベトナムの大手不動産企業、FLC グループが買収して、FLC ・タイン・ホア・ FC に解消した。しかし、FLC はわずか3年でクラブを手放し、2019年から、再び、タイン・ホア・ FC に戻った。ありがとうございます。